はい、すずらん荘ってことでやっていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。こちらね、札幌級です。2歳オープン特別芝 1200m 戦ということでね、函館2歳ステークス組からの連戦だったりとか、新たにね、勝ち上がってきた馬、北海道適性がどうかとか、そういったことをね、いろいろ考慮に入れつつも、特に開催後半の洋芝ってことでね、特に力がいる状態、ダートで良さそうな馬っていうのも結構来るんだよね。リエのテソーロがね、このレース勝った後、エーデルワイス賞、そして全日本2歳優勝を勝ったなんてのもね、記憶にまだ新しかったりするところなんだけれども、今回はそういった形でね、こんな感じでいきたいと思います。軸は13番、スプレモフレイバー、ネット競馬想定で1番人気。函館2歳ステークスでもね、実際に一番人気だった馬ですね。それだけの素質のある勝ち方を見せたというところで、前走を、相手強化でね、一回度外視というような形で、馬格もある馬ですし、続けて使ってこれているということは比較的順調なんだろうということで、巻き返しに期待をしてやっていきたいと思います。そしてですね、想定2番人気1番のミシェラドラータ。オープン2戦目でね、着差を縮めてきました。そしてですね、今回鞍上強化ルメールってことでね、これも軸で行きたいようなね、魅力のある馬、上位3番人気まで全部そうですけれども、ルメールの場合ね、ヨーロッパ出身の騎手というかね、ヨーロッパ人の騎手ってことで、洋芝っていうのはね、馬の動かし方を知っていそうだな、日本人より力のいる馬場での馬の動かし方を知っていそうだなみたいなことで入れておきたいと思います。そして2番ミス横浜想定3番人気、函館2歳ステークス5着ということでね、そこから続けて使ってこれてるという点も強いですし、やっぱりですね、この馬、なんだかんだでね、前走スプレモフレイバーに先着してるわけですから、こっち軸でもいいのかなみたいな気もしますからね、入れておきたいと思います。そして5番人気9番のソアラ。2戦目での札幌での初勝利ってことでね、戦2でデビューして、戦後で初勝利って考えると狙いづらいですけども、この競馬場での勝利経験馬、再度距離短縮でね、どんだけやれるかという感じで、戦2への対応が鍵ですが、入れておきたいと思います。そして14番ナックブレイブ。前走はね、3番手からの差し切りでした。馬格がある馬で2戦目での上昇に期待をしていきたいなということでね、今回はこういった形の5等ボックスでやってみたいと思います。そんなわけでね、また今週はね、土曜重賞の方とね、あと、メインチャン、キャロットクラブの募集馬についてメインチャンネルフェガム TV でやりました。キャロットのね、今募集期間中ってことで、それについての動画こちらでお楽しみください。それについてはね、メインチャンネルフェガムスポーツ、こちらのチャンネルの方でも前頭チェック等してますんでね、それも含めて、JRA のオープンだったり、日曜日の重賞は今週はこちらですね、2歳3歳特別戦 POG 地方重賞もろもろやってますんで、それぞれのチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。